月18日のアップデートで追加された新戦闘石を紹介。効果は控えめな代わりに装備効果が強力になったよ。今回は復活8秒短縮を盤に着けることで10秒復活になる戦法。計略を使わずとも3コストが延々と復活する歴代シリーズ最難の新戦術。盗賊版に宝石が似合うのはキャラ性も噛み合ってて、原作版にもおすすめしたい戦法。やっと死ねるのか。撃て。おいおい、マジかよ。撃て。俺は不死身だ。撃て撃て。駆逐してやる。撃て撃て撃て。うるせろ。うん、悲しい。おいおい、マジかよ。うるせろ。難儀やな。どうした？俺は不死身だ。どうした？撃て撃て。皆殺しだ。一人もここから逃すな。この圧倒的な回転率で棒を取っていくのが宝石装備版の真骨頂。見ろ、肩。撃てろ。俺は当主の器ではない。器など叩き壊してやる。マジかよ。切り直しだぜ。俺は不死身だ。撃て。流派発動。三の肩。うせろ。撃て。撃て！撃て！おいおい、マジかよ。撃て！撃て！撃て！シマズの勇者たちを存分に武と勇を振るえ！難儀やな。撃て。うせろ。駆逐してやる。この世から一匹残らず。撃て！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 おいおい、マジかよ。俺は不死身だ。流派発動。
美濃方。三。少数精鋭で行く。他の兵は休んどれ。捨てろ。背中は任せる堺。よろしゅう頼ませ。前期解放。島津の勇者たちよ、存分に武と勇を振るえ。難儀やな。おいおい、マジかよ。前期解放。諦めて黙るな。駆逐してやる。この世から一匹残らず。うせろ。駆逐してやる。流派をためようと兵士アクションを試みるも口上を通してしまい逆効果。発動。三の方。もう一つ。難儀やな。託したぞ。悲しい。まだ君のために。今回は2試合あるよ。身の肩。シュゴーン。与一一世一代の戦いだ。
壁よ、黙って矢を運べ。背中は任せるさかい、よろしゅう頼んます。まったく手を焼かせやがる。遅れず俺に続け。当てろ。やれ。当てろ。ズボン。撤退する。かませ。死ななきゃ勝ち。やれ。俺は選ぶ。それやれ。難儀やな。当てろ。ズボン。夜市一世一代の戦いだ。壁よ、黙って矢を運べ。おいおい、マジかよ。それ、やれ。撤退する。俺は不死身だ。発動。三の方、仕切り直しだす。パクったらドローンは勝った者が正義などだ。まったく手を焼かせやがる。遅れず俺に続け。かませ。マジかよ。かませ。俺は選ぶぞ。死ななきゃ勝ちよ。かませ。俺は不死身だ。夜市一世一代の戦いだ。壁よ、黙って矢を運べ。ものだな。背中は任せるさかい、よろしゅう頼んます。それやれ。まったく手を焼かせやがる。遅れず俺に続け。かませ。もうやだ。でも帰りたい。死ななきゃ勝ちよ。それやれ。撤退する。行くぜ。悪い、あとは頼んだ。流派発動。三の方、なあなあ、何揉めとんじゃお前ら。おいおい、マジかよ。俺は選ぶぞ。